生主割とリア充増えてる。まあ、あれでしょ、出会い中配信みんなしてるから、それできっかけでしょ。うん、そうそう。あとあのね、なんけ、コミュの方にさ、いくつかなんか、こうやって俺書いてるじゃん。あの文章を。これから配信に、これから配信について匿名と匿名ありとなしをこうやって使い分けるみたいな。ね、気分で使い分けるじゃないけど、そういう風に書いたりとか、そのリカピーさんとのことについてのこと書いたりとか、ね、経緯と現状報告とか、あとはリスナーの質問とか書いてあるけど、そこのところね、コメント書いてくれればね、一応参考にっていうか、まあそういうのはもうコメント見てるんで、まあ、リカピーのことについては別になんか参考にしないけど、それ以外のことは、まあ、配信に関わることなので、そのことについてはね、アンチコメント読んで、読んだりとか、ツイッターで構わんのやめた方がいいよとかね。そうなんだね。もうアンチコメントみたいなコメントはもう一切読まないようにするんで。はい。俺もね、別にアンチコメントみたいなコメントも普通に接してね、別に頭にくることもないので、接してつもりなんだけど、まあそれがあまり良くないなと思ってる人もいたんでね。やめます。はい。うん。コメントですか？まあコメントじゃないし、コメントだけでも限らないからな。もういらっしゃい。コメントだけとは、限らないからな。俺はね、前までは実害も加えられたし、今回に関しては、いちいち特定してさ、ね、電話 してきてさ、結局出てかなくちゃいけなかったからな。寒くはねえんだけどな。黒沢くんとかジンギスカン、どちらも見ない。ジンギスカンは、まあ、その、当たり外れあるから、その時の内容にもよるけど、内容っていうか、やってることにもよるけど、黒沢くんに関しては、面白くない、別に。人の放送は本当に、俺が面白くないと思ってたって面白い放送もあるし、ね、リスナーが面白いと思ってても、俺にとっては面白くないのもあるから、もうこれはもう本当に、ね、主観でしかないからさ。しょうがない。はぁ、飲み物飲んだらちょっとあれだな、やっぱいいな。喉が潤う。まあちょっと楽しいことを話したいよ、なんかね。まいっちゃ。いつまで放送もできるかわかんないからさ、体ひどいよなこれな、本当に。シャバン出てきた方がしたんだよ本当に。刑務所の方が元気やったんだから、風邪にもならなくコロナにもなってないからさ、本当に刑務所の方が、ま、体調管理はもう万全だったな。体調管理ね。やっぱもう今コロナ2万人とか超えてるんでしょ、多分。もっと超えてるのかな。ねえ、そんな中さ、やっぱあんな集団のところ集まっちゃダメだよね。俺も油断したわ、ほんとクリスマス会に関しては。3食目好き。でも働いてるからな、一応。中では働いてるからさ、食費代とか取られてると思えばあれだよ。だって月に1000円ぐらいしかもらえないんだから、最低700円ぐらいか。あとそうだ、あのね、まあ、今回さ、家でね、家出てくことね、家っていうかさ、まあ、今のいるところさ、出てくことになるんだけどさ、今週中に出てくことになったんだよ。まあ、荷物があったりとかさ、次移る場所の問題があるから、まあ、保護観察所も行くんだけど、また。で、まあ、出てくことになったな、とりあえずは。だから、まあ、とりあえず、放送はわかんない、ちょっと。どうなるのか。追い出されるんじゃなくて、出てくことになったんだよ。出てくことになったの。そりゃそうだよ、みんなもんさ、電話かかってきてさ、ね。普通やらないだろ、そんなことだって。あるわけがないんだから。いいかも、たんはいだろうが、佐野はいよいよ旅立ちそうだ。せめて線香でもあげてくれ。死んだらあげるけどさ。
それどころじゃないよ、もう人のことなんか構ってられないよ。外でも働けないよ。ああ、すまん。そのコメント呼ぶべきじゃなかった。だから、まあ、ちょっとね。んでね、その、別にね、俺が今いる施設、別に門限があったりは、別に飯の時間とかそういうのないね、別に。なんか、なんか、LINE で送ってきた人だけど、別に門限も、その、何もないよ。俺がいるところ。夜勤で働いてる人もいるしね、実際。なんかと、ね、この外で出たりとかするのに外泊とかそういう届けとかそんなもんないし、あの、更生保護施設みたいなとこだったらあるんだよな。うん。俺、少年の頃更生保護施設入ってたけど、中野の KY 園だっけな。入ってたけど、そういう場所はあるけどさ。病院？いや、病院だらお金がないんだよ、そんな。病院ってタダじゃないからね、保健所があったって。今後先のことを考えたらさ、ね、そのお金を使えないんだよ。だからさ、ね、その、やっぱり、その病院だと、まあ、この前病院行ったところは別にもう初診料取られないからあれだけど、お金がかかる問題だからな。だから、今ある薬でどうにかするよ。今とりあえず薬あるからさ、その薬でどうにかするよ。まあ、タバコが一番の問題だよ。ちいちゃん、もう、これがね、ちいちゃん話したんで、だから、もうね、こうやってかかってきちゃったわけだよ、実際。何件かかってきたのかは別に、あの、聞いてないからあれだけど、かかってきてしまったんだよ。ね。で、その、問い合わせに対してどうこう言うわけじゃないんだよ、別に。俺を出すとかさ、ね、俺がいるとかそういうこと言うわけじゃないんだけど、ね、だから話したんだよ。今後もこうやってかかってくるかもしれないっていう話をしたんだよ。素直に言わないと、ね、迷惑かかるじゃん、そこに。俺の状況どうこうじゃなく。だからその上で、じゃあ、その、で、あの、俺が出てくって話で、今週中にって話になったわけ。だから知り合いの家なんか行けるわけないじゃん。特定されてまたさ、知り合いの家にいたずらあったりとかなんかあったらどうすんのよ。普通に考えて。ただでさえこうやってさ、施設でさえこうやってなってんだよ。行けるわけがないじゃん。普通に冷静に考えてみてよ。友達の家だったら平気なのは。平気なわけないじゃん。ただでさえこうなってんのに、だから仕事はしないよ俺。なんで仕事すんの？その仕事を進める人は何なの？俺よくわからないけど、その視聴者じゃねえじゃんもうそれ。全然リスナーでも何でもないでしょ。ね、俺友達じゃないんだからさ。な、もう、俺、放送してな、してな、して、ね、放送してなかったら、ただのおじさんでしょ？みんなと関わりがなんかないよ。まず。そうでしょ？何をそのさ、仕事のことを話そうのかなと思うよ、みんなが逆に。なんか間違ってる？俺。わかんないけど。なんかその距離感だよ、だからその距離感。その距離感だよ、だから距離感が間違ってんだと思うよ。俺に仕事を進めるとか仕事した方がいいんじゃないの、仕事しろとか言う人って、距離感間違いすぎだよ、絶対に。俺は配信者だからみんなと繋がりがあるわけだよ。俺配信者なかったら誰ともう繋がりないからね。まず。そうでしょ。だから、それ言っても無駄よ。まず。配信やってない時に別にみんなと連絡取り合うこともないからさ、俺はさ。いや、外の方がいいな。あの喉今、まだ。部屋の方がもっとひどいもんね。部屋の方がもっとひどい。まあ、どうにかなるよ、どうにかなる。俺が病むことはないからな。どうにかなると思ってるよ。どんなことがあろうが、命は取られないから、人に刺されたりとかね、そういうことはないから、どうにかなるよ。生きてれば。まあ、どうにかしてきてんだから、この45年間。どうにでもなるよ。まあ、犯罪さえ犯さなきゃいいだけだ。
犯罪を犯すのが問題なんだから。うん。飴とか、飴ね、もう全部なくなってたんだよ。あの、金管喉飴舐めてたんだけど。うん。おいちゃんいらっしゃい。ソフィアいらっしゃい。あとね、そうだ、あの、さっき話す、あの、話す話を、ちょっとね、間違えたよ。あの、そうだ、言いかけたことをちょっと言おう。そうだ、まあね、本当に保留だったんだけど、そのリカピーさんと。で、そのリカピーさんに俺何もまだ伝えてないし、あれから、その LINE も今日ちょっとや、今日っていうか昨日か、正確には昨日。昨日ちょっとやり取りしてぐらいなんだけど、俺リカピーさんとより戻すから。うん。で、以上。それだけ。うん。まあ今のところ悪いところがないから、まあもし、ね、なんか良くなければ、別れるだけじゃん。あっちからもそうだし、俺からもそうだけど、別れるだけじゃん。うん。以上。で、まあ放送上で別に特に、その後の進展だったりとか、なんかそう、放送に悪影響があるようなことを、まあ前みたいに病んだりとか、怒ったりとか、晒したりとか、喧嘩したりとか、まあそういうのはないんで、まあそれだけ。以上。うん。ガジャイムらしい。まあ、俺、ね、リカビーにも伝えてないからさ、このことはね。今日、ま、いろいろなことがあって、うん。で、まあ、リカビーさんのことをきっかけに、こうやって、やり返してるのかなんかわかんないけど、まあ、とりあえず、別に今は悪いふうに思ってないし、で、全然ね、変わったなというふうに思うので、いいところしかないので、うん。まあ、あとは自分がね、自分らしく。ただ、まあ、ね、俺やることがあるからね、いろいろ。うん。いろいろ自分のことやらなくちゃいけないので、その恋愛にね、かまけてる暇ないな、その、リカピーを分かってくれてるだろうからさ。うん。まあ、そんなもん。以上です。まあ、近々、リカピーには伝えるよ。ああ、そうね。ちょっとね。まあ、なんかさ、俺がさ、病んでたりとかしたらさ、ね、その時はなんか、放送で言ってよ。放送でさ、そういうの出してるんだからさ、ね、プライベートのこととかさ、ね、その恋愛でさ、プライベートのことで、またさ、こうやって病んだりとかさ、なんか、ね、なんかすげえ機嫌悪いのみんなぶつけたりとかしてたらさ、その時は、叩いてきてもいいし、注意してもいいしさ、ね、助言してもいいし、まあ、その時は何か言ってよ。うん、まあ、ないから、そういうのは。もう、あれね、配信は配信、プライベートはプライベートって割り切れるし、まあ、俺が病んだりとかすることもない、もう。以上ね。たらいとも大勢いらっしゃい。さ、ずっとさ、なんかさ、もう今日全然外出てなかったからさ、やっぱ外出て歩いた方がいいね。体力が落ちるよ。体力が。中西いらっしゃい。ほんと体力が落ちてる。調子悪いもんな。早く帰還しなきゃなんだよな。喋ると途中で咳みたいなの出るんだよな。歩くな、俺腰が良くないからさ、だから歩くのはやっぱ必要だよね、ある程度。でもずっとさ、この、ね、ちょっと病で倒れてたからさ、体力も相当落ちてるし、誰かもいらっしゃい。ああ、苦しい。苦しいね。さっき誰か言ってたけど、これ喘息じゃねえだろうな、本当に。でも、ぜいぜい言わねえんだよな。ないんだよな。
ったら喘息じゃねえと思うんだけどな。喘息だと大体、気管支が細くなって、ヒュー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 んだよな。寒い。あ、赤札いらっしゃい。まあ、ちょうどいいね。まあ、こういう、まあ、あとはもう、ここの2、3日だね、2、3日。今はもうね、匿名なしコメントの放送でやってるから、まあ、ここの2、3日で、どういう人間たちがコメントするかっていうのを見ながら、うん、俺もね、知ってる人もいれば、知らない人もいれば、うん、まあ、そういうのをね、見ながら、今後の放送に生かしていこうと思いますよ。ダイラちゃんいらっしゃい。自分も喘息持っちゃうからヒューヒューヒュー、トラウマ、あれなるよね。100日咳の可能性ある？治らなかったら内科で薬もらえば、病院ちょっと行けないよ、これ。病院はね、やっぱ行けないよ、これ。だから。お金使いたくないもん。今、あと3万4千円とか、そんぐらいなんだけど、お金使いたくないもん。当てがね、ないんだからさ、お金が入ってくる当てがないんだから、なるべくね、お金を使わないように、で、使った時にこう、まあ一応薬とか買ったりとかもしたから、だからそのあるもの、ね、薬局で買ったのもあるし、なっけ、病院行って、その薬、なっけ、薬局屋で処方箋でこうやってもらったのもあるし、それでどうにかしたいよ、とりあえず。コロナの後遺症ね、来るかな。そのタバコの吸い過ぎだと思うんだよね、この子。コロナとさ、ね、インフルエンザになってる時に、タバコ吸ったから、それでだと思うんだけどな。まあ、一緒じゃねえからわかんないけど。もっと体調さえ良ければもう全て完璧。絶好調だよ、そしたら。やれないことはないよ。体調悪い。